さよなら、ありがとう、声の限り。悲しみよりもっと大事なこと。去りゆく背中に伝えたくて、ぬくもりと痛みに間に合うように、このまま続くと思っていた。僕らの明日を描いていた。呼び合っていた光がまだ胸の奥に熱いのに、僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして話した。